雄英高校教師の相沢翔太だ。最近生徒たちの溝を感じている。そこで今日はアニメ界でも屈指の生徒思いの先生を呼んで、一緒に生徒に料理を作ってあげたいと思う。ではお願いします。忍術学園1年は組教科担当土井半助、相沢先生よろしくお願いします。生徒思いということで、生徒の好物ぐらいは言えますよね。もちろん言えますよ。乱太郎はお母様の料理、きり丸はただなら何でも食べます、しんべヱは唯一わかめが嫌いですね。もちろん相沢先生も言えるんですよね。緑屋はん、調べてませんか。今調べてませんか。カツ丼です。心配だな。すいません、今緑屋のこと調べてたら無重力モードになってしまって、戻し方がわからないので、このままやりたいんですけど大丈夫ですか。無重力、それは問題ないんですか。美味しい料理ができれば何でも問題ないと思いますけど。破片みたいの浮いてましたけど大丈夫ですか。試しに割ってみますか。これ本当に大丈夫ですか、相沢先生。で、今日は何を作るんですか。緑屋の好物のカツ丼を作りたいと思うんですが。ああ、いいですね。ただちょっと俺、作り方がわからないので。え？じゃあまず、大事なのはお肉じゃないですかね。そうですよね、肉が。そうですね、主役ですから。冷蔵庫の中も結構無重力ですね。豚じゃないですかね。これ置けんのかな。直置きなんですか。浮いてますね。じゃこれまな板の上に置けんのかな。浮いてませんかね、それ。まあでも一応まな板の上には置いた方がいいと思うので置けてませんが、ここでやりましょう。肉を叩いて柔らかくしなきゃいけないんじゃないですかね。ハンマーのような。これでいいですか。お玉ですが大丈夫ですかね。あるものでちょっと代用するしかないですね。そうですね。相沢先生、上に寄せてるだけなんですよ、先ほどから。相沢先生、いけそうです。これでいきますね。そっと。これで肉が柔らかくなるかは分かりませんが、そうしましょう。もう次にパン粉などを用意した方がいいと思いますよ。パン粉はちょっとなぜ今割ったんですか。今ただ掴んだだけなんですけど、噛んだら割れましたね。汚いな。パン粉は砕けないんで、このまま卵と一緒にミキサーにかけちゃいたいと思うんですけど大丈夫ですか。ここに全部上に乗っかってるなんですけど大丈夫なんですか。卵割らないんですか。そういう感じで割るの。これパン粉です。これパン粉に見えないけどパン粉なんですね。卵につけてからパン粉をつけるものなんですが、一緒にしてしまったのでそのままつけましょう。これで一回そっと、よし、生きてます。それ本当に豚肉ですか。それはこれこれは衛生的に良くないと思いますよ、相沢先生。できました。で、ここに入れるのかな。これは耐震の注意を払わないと肉が浮いてってしまうんで。すでに浮いてますけど。これに入れますね。あ、はい、浮いてますよね。このままこれは多分無重力の世界なんで焼きますか。まあ、焼くのも手としてはありますね。これ多分焼けると思います。一切鉄板に乗ってないですが焼けるんですね。これは次はやっぱりお米を用意しないといけませんね。お米ですか。はい、一番大事ですからね。このゲーム米がなくて。お米がない、カツ丼なのに。カツ丼作るって言ったの相沢先生ですよね。無重力になったせいで全部忘れてました、米がないということを。お米がなくてどうやってカツ丼にするんですか。パンの上に乗っけますか。あー、カツサンドだな。これ焼けてるんですか。一応火は通ってますね。一切衣がついた様子はないですが、カツなんですね、これは。ちゃんと上がってます。焼いたんですけど。
切りますか。パンに挟めるサイズに切る。鍋の上で切るんですか先生。あ、そうですね、おかしいな、それは確かに。ぐらい、うん、あ、乗りました。よし、今ですね、これ今はチャンスです。じゃあちょっと切りますね。どんどん逃げていきますが、よし、最後どこで切ってたんですか。あとはパンですね。パンも切らないといけませんね。ギットギットと包丁で切るんですか相沢先生。無重力なんで。あ、危ない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 。よし、無重力なんで油もついてないと思うんですよね。無重力のことは僕はわからないので、そうなのかもしれません。じゃあ、あとこれで挟むんですか、この状況で。そうじゃないと完成しないでしょ。お皿を用意するべきだと思いますよ、僕は。そうか、よし、ちっちゃいなこれ。な、扱いが雑じゃないですかね先生。いや、ちょっと今焦ってて、俺もちっちゃいな。なんで強めに投げたんですか。次、一番大きな皿でいいんじゃないですか、その左の。あ、これが一番いいですね。大皿でいいんじゃないですか、これは。どういうこと。熱くて持てないですね、このカツ。よし、よくトングのある場所分かりましたね先生。だいたいここにあるんで、いつもトング上かなって見たら上にありました。じゃあ、あとこれを。取れてませんが。先生、取れてない、どこに行ったんですか。しっかり挟んで、で、この上で。これはもうどうなってるか全く分からないです、ね。ええ、待ってくれ。あ、先生どうした、先生どうした、なぜピンボールを始めたんですか一人で。ここで、あ、一応パンの上には行きました。パンの上には確かにありますが、そこからパンで押さえつけるんですか先生は。もしや、それしか方法がもうないんで、ここら辺かな。あ、ちょっと遠近感が。あ、いいじゃないですか。ずれるな、頼む、なぜ通り抜ける。この世に存在してるんですかそれは。今これはどうすればいいんだ。もう一回チャレンジしてみますね。あ、もうこれでいいですか。これでいいですかって、どの状況を見ていってるんですか。先生は、いや、一応あのパンカツパンって順にサンドされてるんでいいかなって。順番的には挟まれてるからそれでいいとおっしゃるんですか。そうですそうです。本気で言ってます。あと、もうこの状況を打開する方法が一つしかなくて。何でしょうか。重力を元に戻す方法しかないんですけど。元に戻せるんですか。できるかな。先生、悪化しましたか。いろんなとこでいろんなことが起こってます先生。忍たまでもできないのを僕たちはできるんです。ヒーローですから。ヒーローの所業じゃないと思いますが、僕は。戻りました、重力。確かに戻りましたが、ひどいな。最後はしっかり挟みたいと思います。あ、重力って素晴らしいな。はい、できました。完成です。完成したんですね。はい、どうですか。サンド一切されてないですが、完成したんですね。これはどうですか、僕の生徒に対する思い、これで伝わりますかね。見せない方が身のためだと僕は思いますが。じゃあこれ、うちの緑屋は多分食べないと思うんで。確かお宅のしんべヱ君はワカメ以外は何でも食べるって言ってたと思うんで、しんべヱ君にお譲りします。いりませんよ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。